はい、皆さんこんにちは、いずひこです。それでは今回なんですけども、楽天カードユーザー必見、楽天ペイで最大 5% 還元のキャンペーンが始まるということでお伝えをしていこうと思います。はい、ということでお伝えしていこうと思うんですけども、まずキャンペーンの名前が、楽天カードを設定したお支払いがずーっと実質最大 5% 還元キャンペーンということですね。でキャンペーンの内容なんですけども、支払いをもとに楽天カードに設定して楽天ペイで実際にお支払いをされた場合、期間中のお支払いの金額に対して楽天のスーパーポイントが 5% 還元をされるというものになっております。でこの還元率なんですけども、まずこちらの画像を見てわかるように、まあ、通常の楽天カードであれば、まあ、支払うと一番左の状態なんですけども、まあ、今回の楽天カードプラス楽天ペイを組み合わせた場合、2万円のお買い物をすると1000ポイントもらえるということになるので、まあ、かなりの還元率になるのではないのかなと思います。ということで、この実質最大 5% 還元の内訳ということなんですが、まあ、一応ちょっと細かいところはパッと今文字で貼ってます。で、まあ、簡単に言うと、まあ、キャンペーンの特典プラス楽天ペイアプリプラス楽天カード、この3つが組み合わさったことで今回の 5% の還元が成り立つということになっておりますね。でこの参加条件なんですけども、必ずここのページのキャンペーンのエントリーというところを押していただく必要があるので、必ずここのエントリーを押してください。そして楽天カードを設定して対象店舗にて楽天ペイアプリでお支払いしていただければ、もうこれで完了ということになりますね。でキャンペーンの期間なんですけども、第1弾ってありまして、まあ、2019年の5月の15日から2019年の7月の1日の月曜日までということなんですけども、一応ですね、ここ僕が気になったのは、なんとここに第1弾って書かれてて、で、ページの、公式ページの詳細に第2弾、詳細後日発表というふうに記載があったんですね。なので、もしかすると、このキャンペーン、なんか簡単に終わりそうではなさそうだなっていう気はしました。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。まあ、PayPayのキャンペーンが終わって少し寂しさはあるんですけども、他の企業さんがまたじわじわと、まあ、仕掛けてくるこの状況がまたちょっと面白くなりそうですね。で、まあ、楽天 Pay の登録であったりとか使い方に関しては僕の動画で紹介をしています。で、あと今日、キャンペーンの詳細に関しては下にリンクとして貼っておきますので、ご確認をお願いします。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとは、Twitter もしてますので Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。